こんばんは、あいかです。今日はですね、11月1日発売のこちらエトボスのホリデーコレクション、そして同日発売のホリデー限定品の装置とメイク紹介していきたいと思います。はい、今回もですね、発売前にレビューすることができました。なんと今回ギフティングしてくださいまして、本当にありがとうございます。貴重なアイテムをね、いただきましたので、早めにレビューして皆さんのね、ホリデーアイテムの選定だったりとか予約にね、役立ててもらえたらと思います。はい、じゃあ早速ね、スペックから紹介していきましょう。まずこちらのエトボス2024ホリデーコフレ、発売は11月1日なんですが、公式オンラインストアでは10月の9日から10月の25日、そして直営店舗では10月の9日から10月の31日までが予約期間となっています。詳細はね、概要の方にも書いておきますので、詳しくはそちらをチェックしてみてください。オープン。パウダーが反射しちゃうけど、こんな感じ。こちらはメイクアップベース、そしてフェイスパウダーとアイシャドウパレット、そしてリッププランパーがセットされています。でお値段が税込みで9900円。いいですね、コフレらしいコフレっていう感じです。でしかもですね、こちら予約特典があって、期間中にこのコフレを予約するとポータブルフェイスブラシっていうね、キャップ付きの歌舞伎ブラシみたいなブラシがいただけるようです。これももしかしたら数に限りとかあるかもしれないので、気になる方は早めにチェックしてみてください。それではこちらのコフレに入っているアイテムと一緒に発売になるホリデーの限定品、合わせてスウォッチ見ていきたいと思います。まずはこちらの下地、ミネラルインナートリートメントベース、ピンクベージュ 15mm サイズ、 SPF31PA3+ です。スキンケア効果がすごく高いメイクアップベースなんですが、こちらのピンクベージュのカラーは今回限定復刻なんだそうです。もしかしたら過去に使っててね、わあもう廃盤になっちゃったっていう風に思っていた方もいらっしゃるかもしれないので、ピンクベージュ気に入っていた方はね、必見のコフレかなと思います。そしてこちらはね、個人的にも非常に使用感気に入ったので、ぜひこの後のメイクシーンで詳しく紹介させてもらえたらと思います。そして次、こちらのパウダー、ミネラルモイストシルキーベール SPF20PA2+、 繊細なシルバーパールを潜ませた保湿成分配合のフェイスパウダーということで、こちらもね、本当に指で触るとすごくしっとりしているのがわかります。お肌にのせても粉っぽさがなくって、パールのおかげか馴染んでくるとスルンとした質感になってくれるんですが、どちらかというとマット寄りな仕上がりで、そこもねすごく面白かったです。ホリデーになると目元もキラキラだし、ハイライトも結構シマーが大きくなったりとか、リップアイテムにもラメ入ったりするので、割といろんなとこにこのキラキラ感が点在していると思うんですよね。なのでベースをこのパウダーでマットに仕上げておくと、より質感にメリハリを出すことができるかなと思います。それから皆さんお待ちかねのアイシャドウパレット、ミネラルクラッシーシャドウのオーロラグローです。名前も可愛いよね。こちらの使い方はこの後のメイクシーンでしっかり紹介していくんですが、これ可愛いだけじゃなくって、肌に優しい低刺激処方になっていて、しかもアルコールはじめ成分気にされる方が避けてそうなものが使われていない処方になっていますので、目元とか本当乾燥シーズンとか、この秋のね花粉シーズンになると、ちょっとカサッとしちゃってアイシャドウが使いにくいっていう方とか、色がのりにくいっていう方もいらっしゃると思うので、そういう方でも比較的使いやすいかなと思います。そして最後にリッププランパー、ミネラルリッププランパーディープ、カラーがクロームベージュです。これすごくね色が良かったですね。繊細なパールを潜ませたトープベージュの美容液プランパー、塗るとねキラキラ感はあんまりわかんないんですけど、細かいゴールドのシマーが入っています。もうこの色味だけでももうホリデー感が高まります。そして塗るとめちゃくちゃしっとりして、マットなリップとかを使うと翌日唇がちょっと疲れた感じになったりしませんか？そういう時に唇を休ませつつしっかりメイクしている感を出すのにちょうどいいなっていう風に思いました。以上がコフレのアイテムなんですが、同じく11月1日に単品売りの限定品も出ます。これめっちゃ可愛いんですよ。まず限定のマスカラ、ミネラルロングセパレートマスカラ、サファイアブルーとリフレットブラウンです。お値段はそれぞれ2970円、超お手頃で、しかも色味も奇抜じゃなくってとても使いやすいです。実際に使ってみるとコームタイプでとっても塗りやすくて、マスカラ液のね、この液の粘度って言ったらいいのかな、それもねとっても扱いやすかったです。でしかもこちらお湯と石鹸で落とせるフィルムタイプで、まつげのための8種類のね美容成分も配合されているんだそうです。本当に私まつげの量が若い頃に比べると減ってきたし、長さもまばらだったりするので、マツイクしたいんですけど、
構まつげ美容液単体のものって色素沈着するとかね、あと目元かぶれたとか割と成分が強めなイメージがあったので、こういうマスカラで使っている間にトリートメントもしてくれるみたいなものは使いやすくて大好きです。そしてもう一つ、コフレの中にもリップ入っていたんですが、単品売りのリップも出ます。クチュールピンクです。こちらもね、細かいシマーが入ってるんですけど、ゴールドの色味がコフレのものに比べるともう少し明るめの黄色っぽいゴールドに見えます。お値段が税込み3300円です。はい、ということでね、アイテムそれぞれ紹介していきましたので、こちら実際に使ってメイクしていきたいと思います。11月1日発売のエトボスのホリデーのアイテムを使ったメイクスタート。アイカチャンネル。それでは早速メイクしていきます。まず下地、ミネラルインナートリートメントベース、ピンクベージュです。感触はね、ゆるいクリームみたいな感じで、伸ばすとほんのりピンクに補正してくれるような気がします。ピンクの色味も黄み感を感じるような色味ですね。で、本当にスキンケアみたいな感触だから、手でパパッと仕上げることができます。保湿力高そうだけど重くなくて使いやすいですね。ちょっと肌を綺麗に見せてくれる感じなので、首までしっかり塗っていきます。仕上がりはこんな感じ。補正効果は正直そこまで期待してなかったんだけど、今鏡見たら肌がすごくスルンと均一に見える気がします。いいね、これ肌調子悪い日とかにも使いやすそうだし、早速スタメンボックス入りさせたいと思います。そしたら次ファンデーション、これは手持ちのものを使っていきます。 NARS のクッション、クッションファンデも最近はブラシでつけるのにハマってます。この後エトボスのコンシーラーも使うので、全体にささっと重ね塗りせずに軽く仕上げていきます。ファンデーション仕上がりはこんな感じです。それではコンシーラー使っていきます。このエトボスといえばのね、コンシーラー、もともとあったカラーとその後出たピンクベージュ両方持っているので、いろいろ混ぜて使っていこうと思います。まずピンクベージュの方のカラーをこの辺り混ぜて目の下のクマに、やっぱカバー力すごいよね。境界線をぼかしてこんな感じ。今度はベージュカラーを使ってあざ部分をカバーしていきます。結構こってり系のコンシーラーなので、濃いあらもしっかりカバーしてくれます。あとはピンクベージュの方で鼻周りの赤みとかですね、こういうのも消していきます。はい、こんな感じでカバーできました。そしたらパウダーでセットしていきましょう。ミネラルモイストシルキーベール、これもブラシでつけていきます。おお、なんかスルンスルンになりましたね。コンシーラーいっぱい仕込んでるところは置くような感じで、首にも下地塗ったので首にもはたいておきます。こんな感じ、シルキーマットっていう感じの仕上がりですね。じゃあちょっと眉とかね、仕上げていきます。はい、眉とシェーディング仕上げました。それではアイパレット使っていきましょう。ミネラルクラッシーシャドウ、まずこちらのラメカラーからいきます。これをですね、上まぶたの目尻側から入れていきます。磨くような感じで入れるとこんな仕上がり、ラメ感をしっかり感じられるカラーです。そしたら次に上のカラー、今度はこれを目頭側から入れていきます。そして下まぶたの目頭にも、結構明るいカラーなんですけど、目元にのせると意外とそこまで白く感じないですね。そして次にこちらのカラー、これを際部分に重ねます。ここにこのカラーを入れてあげると全体のカラーは薄いんですが、ちゃんとアイメイクしてる感が出るような気がします。そしてこちらのラメカラー、まぶたの中央にのせていきます。このカラーと最初にのせたピンクのラメを逆の使い方しても可愛いと思います。あとは下まぶたの中央にも入れておきます。パレットの仕上がりはこんな感じ。いつもの私のメイクに比べるとね、だいぶナチュラルな感じなんですが、その分ホリデーのアイテムなんだけど、オフィスメイクだったりとかシーンを選ばず使えるかなと思います。はい、そしたらブラウンのアイライナー、マスカラ使っていきます。今回はサファイアブルー使います。今日の目元だったらブラウンでももちろんいいんですが、このカラーが美しすぎてどうしても使いたかったんですよね。ブラシ部分がコームタイプなので、そんなにマスカラ液がたっぷりつく感じじゃなくて、色実際に使ったらあんまりわかんないかなと思ったんですが、まあまあネイビー感出てません？これもやっぱりデイリーに使えるカラーマスカラな気がする。あんまり派手ではないですよね。バチバチにボリューム出る感じじゃないけど、ちゃんとまつげの存在感主張してくれていると思います。
そしたらリップ。このアプリケーター何気に塗りやすい、程よい硬さがある。輪郭をきちっと取れますね。コフレに入っているカラーはこんな感じ。ちょっともう一色限定色も塗ってみます。こっちだとだいぶ明るい印象だね。幸福そう。ホリデーシーズンの限定カラーだけど、個人的にはこれ春先に使いたい気がします。でも今日はせっかくなのでコフレで統一したいので、もう一回こっち塗ります。でもこっちの方がちょっとベージュっぽいよね。どっちもそんなに発色は強くないけど、ちゃんと色味としては違いがわかる気がします。このカラーやっぱ可愛いな。めっちゃしっとり。チークも手持ちのものを入れておきます。こんな感じでエトボスのホリデーのアイテムを使ったメイク完成です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はエトボスの11月1日発売のコフレとホリデーの限定品のスウォッチメイクご紹介しました。ナチュラルカラーで使いやすいだけじゃなくって、成分もねすごくお肌に優しいものをメインに作られていますので、乾燥シーズンお肌が揺らぎがちでなかなかメイクを楽しめないっていう方もよかったらチェックしてみてください。今回の動画少しでも参考になった方は高評価、それからテパコスマニアアイカチャンネル、チャンネル登録10万人目指しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。